あ、こんにちは、村山です。こんにちは、斉藤です。村山のと横浜編、はい、横浜デートの後決めるのはここっていうところでやります、はい、で村山のとどんなチャンネルかと言いますと、まあ、しょっちゅう年間300日くらい外食してる僕が自分が行きたいっていうお店だったりとか、あとは、まあ、行っておすすめだったお店、もしくはあの僕の友達だったりとか、あの有名な方とかね、あのおすすめしてもらったお店を紹介するっていうチャンネルになっております。で今回は、横浜デートの後決めるならここってことで、横浜でデートした後に、まあ、予約していく店なのかな、これ多分決めるならここって感じなんで、っていう感じのチョイスになってます。で最初のお店が、三国横浜、なんかめちゃくちゃ高そうなお店ですね、いきなり。そうですねすごいマジのデートというか、決めに行くときに行くって記念日系な感じなのかなっていうお店ですね。2013年の日仏首脳会談のランチを担当したシェフがやってる。は素晴らしいですね。まあそしたらもうこれ多分味とかはもはやあの解説とかするまでもなく明らかに美味しいということで、ね、まあこのお店のまあ使い方というかおすすめポイントを多分喋ってた方がいいのかな。僕は行ったことないんであれなんですけど、ああ、なんか29階にあるみたいで、ウェイブリッジが見える方と目の前がオフィスビルの側があると。あ、なるほどね。で、高いコースを予約しておくと窓側優先で案内してもらえるので、まあ、多分コースしかないでしょうね、この店の店になると。で、売りとしては、シェフが自ら畑で摘んできたハーブや、花に彩られている店内、コーナーと。さらには、お料理に横浜町産地をサポート店として、はあ、なるほど、あの地元の食材を使ったりとかしてるみたいですね。へえ。高い店は珍しいですね。でなんかどれもハイレベルな料理はハイレベルだし、クラシックなテイストみたいな感じらしいです。で駅からすぐ傘いらずに行けるし、アクセスがとても便利みたいな感じのお店らしいですね。でこういう店行くときって、はい、一番気になるのってドレスコートだと思うんですけど、はい、ないらしいです。ドレスコード、ね、よかったですね。ちなみにドレスコードでさ、うん、スマートカジュアルって言われるときって困りません、うん、なんか女子はあんまり困らないんですけど、そうだよね、はい、男子は困りますよ ね、 ねなんか、うん、僕はどっちかっていうと一番スマートカジュアルの服を持ってないんですよ、うん、あのバシッとするんだったらいけるんですけど、うん、なんかあのまあその一緒に撮ってくれてる人とかは結構スマートカジュアル持ってそうな感じしますけど、そうですね、あ、持ってそうな感じ、そう長ズボンもあんま履かないタイプの人間なんでスマートカジュアル一番困ります。まあいいや、どうでもいいですけど、なんで、まあそういう心配をしなくていいっていう感じ。まあ多分 B さんとかで行くのやめたことないさすがに、っていうなしとは言って、はい、感じです。次のお店、リゴレットオーシャンクラブ。あ、なるほど、横浜駅北西口徒歩5分そうです。まあ、リゴレットといえばね、誰もが、はい、大体の人間は行ったことある店、うんうん、おしゃれで、はい、ガンガンかかってて音楽、うん、まあ、パリピな感じ、うん、かつ、まあ、パリピな感じだけど結構別に大人が行っても平気みたいな感じ、うん、すごい絶妙なセンスですね、はい、うん、だからこのメニューの形式ですよね。これはオーシャンクラブっていうことらしいので、リゴレットの中でも海をイメージした店内みたいです。で海鮮がメインなんですか、メインって感じらしいですね、うん、いいよねやっぱね海、あの横浜ってさすごい、うん、あのロケーション的にあのリバーサイドとか、はい、あの海見えたりとかして、うん、いいですよね。やっぱ海見えるところってやっぱ最高だよ、うん、東京にないポイントだと思うんですよ、うん、あの都会なのに海ががっつり見えて、でかつ夜景も見えるし、結構確かにポイント高いなと思います、うん、そう、湘南とかにはやっぱリゴレットないじゃないですか。ないですね。でも横浜にはあるっていう感じなんで、うん、まあメニューとかは、まあ、行ったことある人多いと思うんであれなんですけど、この内容によると普通のリゴレットよりはなんていうんですかね、この海鮮によってるっていう感じみたいです。見た感じめちゃくちゃ美味しそうだよね、うん、で川越のテラス席とかもあるみたいですね。テラス席好き派なんですけど、私も好き派です。何なんですかね、あのテラス席に対する開放感があるというか、そうだよね、なんだろう、いいですよ。テラス席だったらテラス席行っちゃうよ、行っちゃいます。横浜のさ、あのリバーサイドのテラス席、はい、うん、
って行ったことあります？行ったことないです。ちなみにあそこって船で結構なんか移動したりできるの知ってます？なんか船で移動して、はい、うん、船からなんか店入ったりできるんですよ。昔はなんかあの辺って赤線とかでなんかちょっと変な感じだったんですけど、これ今おしゃれだったんですね。なんで結構おすすめです。気圧的に何月までだったら許せます？ああ確かに行きたい。好きとは言えども。11月、結構行けますね。なんか毛布とかもらえる。あとあったかいのは、なんかあったかいのがある。暖房があるところ、うん、そうだね。はい、じゃあ次、最後は熟成和牛ステーキグリルドエイジングビーフ。これは店名なんですかね。難しいですね。熟成和牛ステーキグリルドエイジングビーフという店名みたいです。みたいだけですよ。まあ多分そのままの通り熟成肉のお店っぽいですね、ステーキの、うん、あ、そうですね。あ、そうそう、さっきっていうかテンダーロインとかブランチのね。これなんだこれ。あ、和牛を熟成させたやつでステーキの店なんですかね、ここは。そうですね。なんかでもステーキ、はい、熟成肉といえばどこですか。熟成肉ですか。ドライエイジングビーフといえばどこっていうのは部位ですよね。あ、いや、店です。お店ですか。お店わからないです。なるほど。まあでも一番有名なのはウルフギャングだと思うんですけど。あ、はい、そうですよね。やっぱ熟成肉の走りというか、まあ一番有名なところそこで、多分ここはまあなんだろう、その感じのお肉が出てくるのかなって思いきや、なんかあれですね、結構アラカルト的な感じなんですね。そうですね。ああ、なるほどね。はいはいはい。なんかドライエイジングビーフというか熟成肉系のお店ってあれでも高級で結構大皿とかっていう感じで、はい、なんていうんですかね、デートで行くには結構しんどいなみたいな、食べるのっていうお店が多いと思うんですけど、ここはなんか結構小皿な感じで熟成肉食べれるから良さそうですね。で、情報によると、まあ、テーブルが隣と離れているので落ち着いてて楽しめると。で、アメリカの雰囲気でなんか高級感というよりは、まあ、フランクな感じ、肉を楽しめるって感じみたいです。まあ、そんな感じですよ、確かに。で、和牛一頭が、あ、和牛なんだ。和牛の熟成肉を、まあ、ちょっと店名とかを食べれるって感じみたいですね。で、おすすめはランプ。ランプがおすすめです。ランプは意外とあの安い肉の中で一番うまいって言われてます。そうなんですか。血液すげえ使うじゃないですか。うん、油と筋肉がちょっと混ざってて。焼く人がうまいと一番うまいですね、これは。まあ、赤身肉僕って超大好きなんで、あの赤身肉の中だと、まあ、ランプ覚えておきます。そうですね、あの普通に柔らかい肉も食べたいし赤身食べたいっていう感じでバランスいい感じですごい美味しいです。なんでワインもすごい品揃えが豊富みたいで、なんかサイドメニューとかも充実してるみたいなんで、ここはまあ完全にあれですね、どんな状態でも使えるって感じですね。まあ横浜行ったことがあったので全部苦しかったんですけど、まとめると最初の三國さんはもう完全な記念日デートみたいな感じだと思いますが、意外とリーズナブルに行けると。まあそこはやっぱ東京都ならではの違いだと思うので、なんかまあ本当にね、いいホテルを取っちゃって安くご飯も食べるし最高みたいな感じですね。はい。で、2店舗目はまあやっぱリバーサイドみたいなんで、リゴレット。まあここはもうなんだろうね、普通に横浜デートしてって行こうよって言って行って、多分文句言うやつあんまりないんじゃないかなっていう感じがするんで、恐れでもいけるし、普通に横浜合コンでもいいと思います。最後の熟成和牛ステーキグリルドエイジングビーフに関しては、はい、あのラフにあの熟成肉食べたい人にはおすすめって感じだと思うんで、まあ、このなんか2人で行ってもいいし、あのみんなで行ってもいいのかなっていう感じがしますね。ムー、はい、さんはちなみに。私はリゴレットに行きたいあなーって思いました。それはなぜ。三國も行きたいです。欲張りですなんでですか。三國は美味しい。美味しそう。リゴレットは、あとリゴレットは楽しくワイワイ美味しいものを食べたい。逆になぜエイジングビーフを選ばれなかったの。エイジングビーフはあんまり私にとっては魅力的じゃなかった、逆に魅力的じゃなかったら知りたいですね。俺美味しそうだなと思ったけど。あ、そしたら違うお店に行くかな。なるほどね、違う同じような熟成肉、はいはいはい、なるほど。わざわざ、横浜で
行くほどではないと、メグさん的には、うん、っていう感じみたいです。なるほどね。なかなか面白いですね。男の僕的には結構あそこでがっつり食ったらいいかなって思ったりましたんで、これ結構女子の意見として参考になった。内装じゃないですか、うん、内装はアメリカだから。内装かもしれない。あ、確かに、うん、内装がもうちょっとおしゃれだったら全然違うかもしれない。あ、なるほどね、うん、なるほど。まあ、内装も好きだもんね、あなたは。内装好きでテンション上がります。めちゃくちゃリゴレット好きそうだもん、ね。好きです。まあ、そういう感じなんで、ごめんなさい、あのこれ別に個人の感想なんで、全然ディスってるわけじゃないんですけど、はい、まあ、メグさんみたいな女子はやっぱりリゴレット感じですね。まあ、何かの参考になればと思います。はい、以上、プレマノート横浜編でした。